2人が苦手だからやめてくれってことですか？あ、いやいや、でもそのそれはちょっとでも、いや、身勝手すぎるんじゃないですか？それ身勝手なの僕っすか？はい、いや、分かってます。時代のなんかタバコのね、はいはい、いや、なんとなく、はい、喫煙者が虐げられてるっていうのはなんとなく、はい、分かりますあ、タバコ吸ってる時点でもう頭おかしいいや、そんな言われないとダメですかね、それ。いや、映画タバコ吸って、はい、わかりました。はい、すいません、ここってスマホで動画見ていいんでしたっけスマホで動画を見ていいんでしたっけ？いやいや、店員さんじゃなくてそのお二人に聞かないと意味ないじゃないですか。いやいや、あの、え、今ね、僕がそのタバコ吸って喫茶店でタバコ吸っていたら、その苦手な人がいるときは吸っちゃダメなんだよって今教えてくれたじゃないですか。僕そうなんだと思ったんです。いや、僕吸っていいと思ってたら、そうなんだと思ったんです。ああ、なるほどな、そうなんだと思って、で、ただそうなったときに、僕はそのタバコを吸って喫茶店はタバコ吸っていいと思ってたから、じゃあその僕のやっていいことでやっちゃいけないことの境界線が完全に崩れてしまったんですよ。ね。だからこれから僕が 今からそのこの喫茶店で僕がやろうと思ってることを全部やっていいか聞こうと思ってやっていいんでしたっけ、スマホで動画見るのは。やっていいんですね。帰りたくなったら帰るっていうのはいいんですか OK。 コーヒーは飲んでもいいですよね。コーヒーをかけるの勝手にしたらいい。そんなんもあんねや勝手にするとかもあんのか。コーヒーをかけるの、これがダメ。ちょっとなんかホワイトボードみたいなの欲しいですねちょっとなんかコーヒー飲む OK かけるダメみたいな、ちょっとやりそうかもしれないですね。動画見ていいですよね。あ、わかりました、すいません。ごめん、すいません、すいません、あの、トイレ行きたかったんですけど、あの、台はしていいんでしたよはい、していい。それはあの、久美子さん、お連れの久美子さん的にも OK です。あ、人に勝手に名前つけるのがダメそこまさか思えて言われると思ったら、あ、久美子さんってないのか、ごめんなさい、この雰囲気でごめんなさい、すいません。で、だは OK ですよね。そもそもトイレ行くのもいいんですよね。それ、トイレ流さないとダメ。したないの、流した方がいい。それ流さなくてもいいってことですか？いや、違う、あの、流した方がいいって言い方だと、その流してもいいし流さなくてもいいけど、そのどちらかというと流した方がいいってなるから一回それちゃんとやりましょうそこちゃんとしないと。それ流した方が、流した方がいい。あ、一人迷惑かかるから、あ、迷惑はかけちゃダメ、かけない方がいい。いや、だからそれだとかけてもいいだから、一人迷惑を、なんか、かけてもしかけなくてもいいけど、どちらかけるとかけない方がいいよって言い方なので、ちゃんとやりましょうって、だから、そこをちゃんとやらないと、またストローが生まれるから、かけない方がいいんですね。あ、じゃあ、最悪、その、台を流すと一人迷惑をかけてもいいってことですか？わかりました。流して来ましたすみません、あの、もうやめてくれってなんですか？
やめま、いや、やめるとかじゃなくて、その普通に教えてくれたから、その感謝をお伝えしようと思ってお二人にやるわけ。それいや教えてくれ、その聞いて、その僕は分からなかったの、本当に感謝を。ちょっとなんで帰ろうと、なんで帰ろうとするの、ちょっと待ってください、なんで、いやほら、ケーキも来たから、ね、ケーキも来た、なんで帰ろうと、ケーキも。もうお二人頼んないですよ、あ僕はトイレ行くと頼んだんですよ。感謝を込めて、ケーキ食べてほしいなと思って頼んだので、そう言いましょう、それは。ちょっと、あ、ここですね、タバコダメ。タバコ、いや、ここはいいですけど、あんまり苦手な、みたいな。すいません、タバコダメ、ここはいいですけど、その二人が苦手みたいで、ダメです、その。本当にやめてって言いました。本当にやめてって言いました。じゃあ、最後に一個だけ質問いいですか。タバコ捨てんでしたっけ。あ、ほんますか。Thank you.